西の島放棄ガニは、エビメ、カニシタメ、岩ガニカに分類されるカニ。小型のカニで、ハサミ足の先端に毛が生えていて、これにより、低質表面の微生物のフィルムを吐き集め接触することからこの名がついた。1975年に、東京都小笠原村の西の島の1973年から1974年の噴火を受けた学術調査にて、 火山活動で新たに形成された内湾の奥部にて、高密度の個体群が発見され、新族新種のカニとして記載されたが、火山活動収束後より進行した波浪等による火山噴出物の運搬により、間もなく生息域の湾が火山再設物で閉塞、さらに埋まってしまった。絶滅したと思われたが、1993年にトカラ列島、悪石島と、 火山列島、北洋島でも生息していることが判明した。いずれの場所でも、旋回の海底温泉の岩場付近で発見されている。武田、M、アンドミアケ、S、クラブス・オブ・ザ・小笠原アライランズ・リスト・オブ・ザ・ノーン・スピーシーズ・リサーチズ・オン・クラス・テ車シャ、7、101から115。ありがとうございます。